皆さんこんにちは。今回の動画ではここ1週間で新たにリリースされたり話題となった AI 関連のツールと AI 関連のニュースをまとめて紹介します。それではよろしくお願いします。まずはチャット GPT の新 UI の紹介です。11月初旬に開催されたオープン AI の開発者会議オープン AI デブデーで発表されたチャット GPT を自作できる機能 MyGPTs が対象ユーザー全員に実装され、ネットにつなげるウェブブラウジング機能、高度な分析ができるアドバンスドデータアナリシス、画像生成モデルのダリー3が一元化されたことでチャット GPT プラスの UI がガラリと変わりましたので、変更のあった箇所を簡単に解説します。 PC のウェブブラウザ版についてはフォームのある画面の左上で GPT-4、GPT-3.5、プラグインズという3つを選ぶことができます。 GPT-4 はウェブブラウジング機能、アドバンスドデータアナリシス、ダリー3の3つの機能が統合されたので、これまでのようにウェブブラウジングモード、画像生成モードといった感じで各々の機能に切り替える必要はなく、例えば明日の横浜の天気を教えてくださいと質問するとチャット GPT がウェブブラウジング機能を自動で使って回答してくれます。また画面左側の上部に新たにエクスプロアという項目が追加されました。ここを押すと MyGPTs 画面に遷移し、画面上部にある Create a GPT の部分からオリジナルのチャット GPT を作れるようになります。モバイルアプリ版ではアプリトップ画面の上部で GPT-4 と GPT-3.5 を切り替えれるようになりました。アプリ版も GPTs の起動はできますが、GPTs を作る機能はまだ実装されていませんでした。なお、チャット GPT に日本語で質問すると、これまではほぼ 100% 日本語で回答してくれていましたが、何度か使ってみたところ、回答が時々英語になってしまうパターンが多かったです。この点はおそらく今後修正されると思います。続いては、MyGPTs の使い方の紹介です。オリジナルのチャット GPT を作れる MyGPTs 機能がチャット GPT プラスユーザー全員に実装されましたので、ここで簡単に使い方を解説します。なお GPTs を作る機能はモバイルアプリ版からは利用できず、 PC とモバイルのウェブブラウザ版でのみ利用可能です。 PC のウェブブラウザ版での GPTs の作り方ですが、まずチャット GPT 画面左側のエクスプロアを押すと MyGPTs の画面に遷移するので、この画面の一番上にある Create a GPT の部分を押して出てきたページの左側で GPT ビルダーというボットと会話しながらオリジナルの GPTs を作れます。例えば YouTube 動画のタイトルジェネレーターを作りたいですと入力すると、GPT ビルダーが自作 GPTs の名前やロゴなどを考えてくれ、そのまま GPT ビルダーと対話しながらオリジナルの GPTs 作りを進めることができます。ちなみにページ左側上部のコンフィギュアを選択すると、作ったチャット GPT の概要を見れ、ページ右側のプレビューでは制作途中の自作 GPTs をお試しで動かせます。そして自作の GPTs が完成したら、右上のセーブボタンを押して Only Me を選択し、コンファームボタンを押すと作った GPTs を使うことができるようになり、 Only People with a Link を選択してコンファームボタンを押すと作った GPTs のリンクを生成して他の人に共有できます。作った GPTs はMyGPTs ページの Create a GPT の下部に表示され、アイコンを押せば GPTs を動かすことができ、エディットボタンを押せば編集できます。なお GPTs のコンフィギュア画面ではナレッジの部分からテキストファイルや PDF ファイルを読み込んで、各種データを GPTs に学習させることもでき、アクションズの部分では
サードパーティーの API を GPTs で利用できるようなので、その分野に特化した高機能な AI チャットボットを作れます。OpenAI は、ユーザーが作った GPTs を販売するための GPT ストアを11月中にオープンし、GPTs の売り上げの一部を作ったユーザーに分配する予定とのことです。続いては、無料の GPTs の紹介です。チャット GPT プラスユーザーに実装された自作のチャット GPT を作る機能 MyGPTs を使って作られた GPTs は作った後に他のチャット GPT プラスユーザーにリンクをシェアすれば共有されたユーザーも無料で使えます。 MyGPTs が対象ユーザーに全開放されたことで SNS で自分で作った GPTs を共有するユーザーが増えてきましたので、ここで3つほど紹介します。1つ目が荒木健次郎さんが X で公開した堀江貴文のチャット GPT 対前 GPTs です。これは堀江貴文さんなどのチャット GPT の先駆者がチャット GPT の利用法について語った書籍、堀江貴文のチャット GPT 対前の全文を読み込ませて作られた GPTs で、書籍について何でも答えてくれるようです。2つ目が X ユーザーの公開したチャット GPT の内部ファイルをいじれるボット GPT ファイルマネージャーです。このボットを使うとチャット GPT の仮想環境に保存されてあるファイルを触れるので、 DALL-E3 で作った画像をまとめて ZIP 形式でダウンロードするようなこともできるようです。3つ目がノートの CXO を深津貴之さんが X で公開したチャット GPT 上で動く擬似的なオートエージェント GPTs です。このエージェントを使うと複雑なタスクを自動でやってくれるそうです。各 GPTs のリンクは動画の概要欄に貼っておきますので、興味のある方はアクセスしてみてください。続いてはウィスパーラージ V3 の紹介です。OpenAI は同社のオープンソース文字起こし AI ツール Whisper の最新モデル Whisper Large V3 を公開しました。以前のモデルと比べて様々な言語でパフォーマンスが向上していて、エラー率も減少しているとのことです。 Whisper Large V3 の各種データは Hugging Face で提供されており、無料で利用できるデモも公開されています。デモは上部のマイクロフォンタブでマイクから音声を録音するか、オーディオファイルタブでオーディオデータをアップロードするか、 YouTube タブで YouTube 動画の URL を貼るかして、タスクの部分でトランスクライブを選択し、下部の送信ボタンを押せば右側のアウトプットの部分に文字起こしが出力されます。いくつか日本語音声データで試してみましたが、全体的にしっかり文字起こしできていました。続いては GPT-4 ターボ with Vision のデモの紹介です。先日 GPT-4 の強化版の GPT-4 ターボに画像分析機能をプラスした GPT-4 ターボ with Vision の API が公開されました。この API は9月に ChatGPT の有料版に実装された GPT-4V の画像分析機能が使えるので、画像を読み込んでその詳細をテキストで出力したりできるツールを開発できるようになりました。この GPT-4 ターボ with Vision を使ったツールのデモが Hugging Face で公開されています。このツールは、ウェブカメラに映ったものについて解説してくれる Webcam GPT で、API を入力すれば使えます。もう一つ、GPT-4 ターボ with Vision を使って、複雑な解剖図や車のエンジンなどのスクリーンショットからスクショ内に含まれる要素を説明してくれるツールが発表されました。このツールはウェイトリスト募集中となっていますので、興味のある方は登録してみてください。続いてはミュージックジェンのステレオモデルの紹介です。メタはテキストから音楽ファイルを生成したり、テキストと音楽ファイルの組み合わせから新しい音楽ファイルを生成できる AI ツール、ミュージックジェンのステレオに対応した各種モデルを公開しました。
これらのモデルはハギングフェイスで確認できます。ハギングフェイスには無料のデモも公開されており、デモ画面左側の Describe Your Music の部分に作りたい音楽のイメージをテキスト入力して下部のジェネレートボタンを押せば、こんな感じの音楽が生成されます。いかがでしょうか。今回はトランス曲を作ってみましたが、ステレオになったことで音に厚みが出ました。なお、デモでは音楽データとテキストを組み合わせて新たな音楽ファイルを作ることもできるので、気になった方はツールを触ってみてください。続いてはグリムノートの紹介です。生成 AI をゲーム開発に活用するサービスを展開する株式会社ウィッチポットは、生成 AI をベースにしたゲーム世界観、設定制作管理用ツール、グリムノートを発表しました。グリムノートはゲームの企画やシナリオ制作などの世界観、設定情報の制作管理を生成 AI でサポートするツールで、裏側では大規模言語モデルと画像生成 AI が使われており、ホワイトボードのような UX でアイテム同士の関係性が可視化されるので、大量にキャラやアイテムが登場するようなゲームの設定資料制作などに向いているようです。グリムノートは価格は未定ですが、現在ウェイトリスト募集中となっていますので、気になった方はメールアドレスを登録してみてください。続いては GitHub コパイロットチャットの紹介です。ソフトウェア開発プラットフォームの GitHub は、一部ユーザーに展開していたプログラミングを補助してくれる AI チャットサービス GitHub コパイロットチャットの一般提供を2023年12月に開始すると発表しました。 AI プログラミング補助ツール GitHub コパイロットの個人向けプランに加入しているユーザーが使えるようになります。2023年12月から提供されるにあたり、コパイロットチャットに OpenAI の高機能 LLMGPT-4 が実装されたり、コードを意識した修正ガイダンスとコード生成による支援が行われるなど、さまざまな面が強化されるようです。 GitHub コパイロットチャットは、これまではおそらく GPT-3.5 が使われていたので、いち早く利用していたユーザーの評価はそこまで高くなかったのですが、 GPT-4 に切り替わるということで評価も覆りそうです。ちなみにGitHub は2023年11月初旬に開催した年次イベント GitHub ユニバース2023の中で、 GitHub コパイロットの将来像であるツールコパイロットワークスペースを発表しました。このツールはコーディングのほとんどすべての工程をコパイロットが自動的に実行してくれるという夢のようなツールで、 SNS 上でも注目のツールとしてバズっていました。リリースは来年2024年を予定しているということです。続いては教えて .ai の紹介です。 GMO インターネットグループは、 OpenAI の ChatGPT や Google の Bard などの AI チャットボットで利用できるプロンプトを集めたポータルサイト、教えて .ai by GMO をオープンしました。教えて .ai は公式サイトに行けば無料で利用でき、使いたいプロンプトをコミュニケーションやマーケティングなどの各種カテゴリや検索から見つけることができます。また Google アカウントでログインすることで、プロンプトをその場で実行して文章を出力することができます。教えて .ai は全て無料で使えるようですので、興味を惹かれた方はアクセスして使ってみてください。続いてはバーチャルステージング AI の紹介です。部屋の写真をアップロードして、部屋や家具のタイプを入力すると、 AI が家具を生成してくれる AI ツールバーチャルステージング AI が公開されました。ツールトップページでデモが公開されていて、登録不要で無料で利用でき、ツール上部のアップロードイメージの部分から部屋の画像をアップロードして、
ルームタイプの部分で、ベッドルームなどの部屋のタイプ、ファニチャースタイルの部分で、家具のタイプを設定し、下部のアドファニチャーボタンを押すと、部屋の画像に家具が生成されます。本格的に利用するには、ツール右上のログインボタンから Google アカウントなどでログインして、有料登録する必要があります。空の部屋画像に AI で家具を生成してもらい、インテリアの配置案を考える場合に使えそうです。ここからは、今週発表された AI 関連のニュースを簡単にまとめて紹介します。まずは、ヒュメインの AI ピンの話題です。元 Apple のエンジニアが立ち上げたスタートアップヒュメインは、AI を活用した小型のウェアラブルデバイス、AI ピンを発表しました。AI ピンは、服や壁などにピン止めできるデバイスで、Wi-Fi、Bluetooth、カメラのほか、レーザーインクディスプレイを装備しているので、レーザーを手のひらに当てることで情報を表示できます。その他にも、音声で話しかけて AI に音楽をリクエストする機能や、リアルタイム翻訳機能も実装されており、マイクロソフトと OpenAI がパートナーとなっているので、翻訳の部分は GPT-4 などの大規模言語モデルがベースになっているのではないかと考えられます。AI ピンの価格は$699で、電話番号などの各種サービスを使えるサブスクリプションの価格は月額$24。アメリカではすでに予約が始まっていて、2024年初めに出荷予定となっています。続いては、チャット GPT の公式 X アカウントの話題です。OpenAI は、11月10日、同社の AI チャットボット、チャット GPT の公式 X アカウントの運用を開始しました。企業公式アカウントにつく、金バッジや OpenAI のバッジもついています。初めての投稿は、パソコンのドット絵とともに、ハローワールドと書き込まれました。今後はチャット GPT の最新情報などが投稿されていくと思われますので、非常に楽しみです。続いては、OpenAI Data Partnerships の話題です。OpenAI は、AI モデルのトレーニングに使うデータセット構築に向けて、広く協力を求める、OpenAI Data Partnerships を発表しました。これは、OpenAI の目指している AGI 実現の一環として行われるもので、様々な組織の協力を得て、オープンソースやプライベートのデータセットを構築する計画のようです。OpenAI が欲しいのは、人間社会を反映する大規模なデータセットで、言語を問わず、ネットで簡単にアクセスできないような、テキスト、画像、音声、動画などのあらゆるデータを求めているようです。続いては、政府が AI 学習用のデータを提供の話題です。日本政府は生成 AI の開発者に対して、政府が保有するデータを AI の学習用に提供する方針を示しました。政府から提供される情報は、中央省庁や政府の研究機関などが持つ報告書や統計、法令、特許、地理情報などが検討されていて、現状公開されていないような政府の研究機関が保有する研究データなども今後活用できるようにするということです。政府は今後、2023年内に窓口を設置し、2024年からの提供を目指すとのことです。続いては、メタが政治広告に AI 使用表示義務の話題です。メタは、同社の運営する Facebook や Instagram に政治広告が掲載される際に、生成 AI で実際には言っていない発言などが表示される懸念があるため、AI によって作られたことを示す表示を義務付けると発表しました。この義務付けは、2024年初めから世界各国で行う方針のようです。先日、Google も AI で生成した政治広告に明確な開示を義務付けると発表しており、ビッグテック各社は対応に追われているようです。なお、この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは、
動画の概要欄に貼っています。 AI ツールに興味のある方はぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。